ジャパンラグビートップリーグ2007-2008は2007年10月26日から2008年2月9日までレギュラーシーズンまで行われた。サントリー・サンゴリアスがトップリーグ史上初めてレギュラーシーズンを無敗で終えた山陽電気ワイルドナイツを下しトップリーグ初優勝を果たした。ジャパンラグビートップリーグ2007-2008の,の参加チームは下表の通りである。 昨シーズンの結果、セコムラガッツ、ワールドファイティングブルが、地域リーグに降格し、九州電力宮殿ボルテクス、三菱重工相模原ダイナボアーズが、地域リーグから昇格した。トップリーグの結果、13位、リコーブラックラムズ、14位、三菱重工相模原ダイナボアーズの、トップイースト11への自動降格が決定した。以上の結果、1位、近鉄ライナーズ、 2位の横川電機がトップリーグへ自動昇格3位松田ブルーズーマーズのトップリーグ入れえ戦への出場が決定した以上の結果1位ワールドファイティングブルのトップリーグ入れえ戦への出場が決定した規定によりトップリーグ11位日本 IBM ビッグブルーがトップチャレンジ2.1位のワールドファイティングブルとトップリーグ12位福岡サニックスブルースが トップチャレンジ1.3位の松田ブルーズマーズと入れ替え戦を行った。入れ替え戦の結果、日本 IBM ビッグブルー、福岡サニックスブルースのトップリーグ残留が決定した。2007から2008シーズンの年間表彰式は2008年2月25日にグランドプリンスホテル新高輪で実施された。トップリーグ優勝チームフェアプレーチーム賞、ベストファンサービス賞、 トップリーグ厚労省、トップリーグ MVP 新人賞最タトライゲッター、特典王ベストキッカーベストホイッスル特別賞、マイクロソフトカップ MVP、ありがとうございます。